泉ヶ丘力道の皆様方、まもなく橋本徹、そしてこの地元17区より維新の党公認馬場伸幸より皆様方にご訴えさせていただきます。今しばらくお待ちいただきたいと思います。大変厳しく、そして激しい今選挙戦の最中であります。また本日は大変寒い中お集まりをいただいております。皆様方本当にありがとうございます。馬場伸幸、何としても皆様方にお力添えをもう一歩いただいて、勝ち抜かしていただいて、この17区から始まった改革の火を絶対に消してはならない、今一度大きなお力添えを馬場伸幸へと賜りたいという思いで、まもなく橋本徹、そして馬場伸幸、皆様方にご訴えをさせていただきます。今しばらくお待ち合わせいただきたいというふうに思います。大変寒い中ではございますが、どうぞ適所をお選びいただきまして、馬場伸幸、そして橋本徹の訴えをお聞き届けいただきたいというふうに思います。まもなく開会させていただきます。馬場伸幸街頭演説会、橋本徹代表とともに17区泉ヶ丘駅とご参集の皆様方にご訴えをさせていただきたいと思います。今しばらくお待ち合わせください。地元から選出をさせていただいております。市議会、府議会の有志一同、本日も撤収いたしまして、皆様方に馬場伸幸のご支援をお願い申し上げる次第でございます。司会進行役、本日務めさせていただきますのは私、西林でございます。昨年の市長選挙には大変大きなご支援をいただきました。改めまして皆様方には感謝申し上げます。まもなく大阪維新の党橋本徹、皆様方に馬場伸幸とともにご当地にてご訴えをさせていただきます。ありがとうございます。まもなく開会いたします。しばらくお待ち合わせください。今よりご当地から堺市議会にお送りをいただいております。南区より2名の堺市議会議員、維新の党ご選出をいただいております。皆様方にまずは的場真一堺市議会議員よりご訴えをさせていただきたいと思います。お聞きください。皆さんこんにちは、堺市議会議員の的場真一です。昨年の市長選挙の折に一緒に戦いました補欠選挙にて、この南区から市議会にお送りいただきました。この泉ヶ丘でいつもいつも本当に頑張れよとお声かけいただき、この南区のチームのメンバー、いつも心震える思いで活動させていただいております。日頃よりご支援いただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回年末本当に寒い時期に、今日本当に皆さん本当に寒い中ありがとうございます。こんな寒い忙しい年末にいきなり始まってしまいました。この国政選挙、報道では大義がない、そんな選挙だとも言われていましたけれども、我々維新の党、やっぱり今現時点での国民の皆様お一人お一人の思いをしっかりと表現できる選挙、国政に突きつける選挙、政権与党に国民をお一人お一人の思いを突きつける選挙、有意義な選挙に変えていきたい、私たち維新の党の思いです。皆さん思いませんか。消費税増税先行させて身を切る改革どうなったのかと皆さんからたくさんの声をいただいています。増税するときだけは速やかに、しかし身を切る改革は議論が必要、議論が必要と全く進まない。私たち大阪維新の会は大阪府議会で21人も議席数減らしている実績がある、そんな政党です。今回もテレビで皆さんご覧になったと思うんです。代表いろんな政党出てきて言います。国会議員の定数削減やらないとは言っていない、議論が必要なんだと言っている。増税するときはあんなにスピーディーできるのに、数減らすだけでは2年間かかっても1個も結果は出ない。今話し合っているのは16とか17とかそんな削減の話を言ってるわけです。これ皆さんおかしい、皆さん共通の認識だと思うんです。なんでこんなに増税はすぐできるのに、国会議員の数を減らすのはこんなに時間がかかるんだろうか、おかしいじゃないか、そんな国民の皆さんの声をぜひとも担える政治家、
この17区からは馬場伸幸がおります。皆様お一人お一人のご支援を今回も賜りたいんです。政治家は皆さんのやってほしいこと、それをね、やるやると言ってやらないのが政治家、皆様の中に広がってしまった。だからこそ政治に対する期待感が薄くなってきた。だからこそ選挙に行かなくてもいいんじゃないか、そんな声も多くなってきた。そんな時代背景から生まれたのが我々維新の党、大阪維新の会なんです。特定の支援団体を持たずに政治をやっていきたい、組織票を持たずに政治をやっていきたい、業界団体の声を聞くのではなくて、宗教団体の声を聞くのではなくて、国民の皆様、市民の皆様、お一人お一人の声とともにこの政治を歩んでいきたい、そんな思いを皆さんお一人お一人がご理解いただいた、そしてまたご支援までいただいて、この17区から馬場伸幸国政に送っていただいたわけです。今回も皆さん、ぜひともこの馬場伸幸国会に送っていただきたい。皆さんの手の中にしっかりと掴んだ国政への手綱、馬場伸幸離さないでいただきたい。そして国民の皆さんお一人お一人の手に政治を取り戻す戦いをこのまま続けさせていただきたい。大変厳しい選挙ですけれども、皆様お一人お一人のご支援をもう一度お集めいただきたい。切にによろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ただいま本体させていただきましたのは、この南区より選出いただいております堺市議会議員的場真一よりの訴えであります。馬場伸幸、皆様方にまもなくご訴えをさせていただきます。そして橋本徹代表も今こちらへ向かっております。今しばらくお待ち合わせいただきたいと思います。続きまして、同じくこの南区より選出をいただいております堺市議会議員三宅達也より皆様方にご訴え申し上げます。寒い中本当にありがとうございます。ご苦労様でございます。維新の党の馬場伸幸の応援に、私堺市会議員三宅達也、皆さんにはちょうどこの場所で私橋本徹とともに演説をさせていただきました。その時2つの約束をいたしました。一つは仙北高速鉄道運賃の値下げ、今までいろんな会派政党がこの仙北高速鉄道運賃の値下げやるやるやる言ってきました。しかし本当に議論して民営化によって値段を下げたのは維新の党前身大阪維新の会でございます。いよいよこの来年3月80円の値下げ、そして皆さんのお子さん、お孫さん、今まで高い高い通学定期代を払ってきた、この通学定期代も 25% の拡大になります。ナンバーまで6ヶ月1万円ほど安くなります。実感していただける改革を私どもは大阪維新の会、維新の党示してまいりました。もう一つこの場で皆さんにお訴えしたことがございます。堺の市議会議員、私8年前選挙お送りいただいたとき定数52名いました。皆さんからは堺の市会議員52名おって何の仕事してるかわからん、こんな話をよく耳にしておりました。この私お送りいただいた3年間で4名の削減、まだまだ少ないと思います。48名への議員の定数削減、堺市議会にて行わせていただきました、それによってこの南区定数が9になり、自分の首を絞めることになってもこの改革は行わなければならないと思い、この4名の削減成功いたしました。皆さん政治と金、この解散総選挙に急に打って出るとき、小渕さんの話、うちらの話、覚えてはりますよね。今解散総選挙したことによってまるでこの話は忘れ去られたようになっております。果たしてこれでいいんでしょうか。馬場さんね、
衆議院の議会にお送りいただいて、1ヶ月100万円という文書通費、通信費、いいね、100万円もらってます。これ、何に使ってもいい、領収書もいらないお金です。1ヶ月100万円です。この中で、年収1200万の方、いらっしゃいますか？いないでしょ？本当、そのお金を何に使ってもいい、それを皆さんに示さなくてもいいというのが、今の政府与党の状態です。我々、皆さんにいろいろありました。今年の流行語でも、野村さん、泣きながら、政務活動費、何に使っているのか、1円単位でも領収書、司会でも報告いたしております。国会議員だけが許されるこの特権、文書通信費の100万円、維新の党、馬場伸幸は、この使い道をきっちりと皆さんにご報告する、明らかにする、これを提案してまいりました。今の与党はこのこと全く無視。そして思い起こしていただきたいんですが、2年前、馬場伸幸、皆さん選択してくれました。その時、民主党、公明党、自民党は約束した議員定数削減、今回の争点にすらなっておりません。約束したことができない政党に皆さんもう一度選択を与えるんでしょうか。私たちは約束したことはやります。ですから再び2年前お送りいただいた馬場伸幸をぜひもう一度この堺市の南区から国会へとお送りいただきたいと思います。市会議員を長く務めて堺のことを一番よく知った馬場伸幸を再び国政へとぜひお送りいただくことをお願い申し上げまして、私の師です。今の私を拾い上げていただいた馬場伸幸、国政へとお送りいただくことをお願い申し上げまして、私の応援演説を終わらせていただきます。ありがとうございました。ただいまの訴えは、地元、この南区より選出いただいております、三宅達也堺市議会議員からの訴えでございました。まもなく橋本徹代表、そして馬場伸幸、皆様方にご訴えをさせていただきます。ぜひとも皆様方、この選挙戦、この国の命運を分ける、そしてこの堺、私たちの大阪の将来を分ける、大変重要な戦いです。大変寒い中ではありますけれども、どうぞ皆さんお集まりをいただいて、そして適所をお選びいただきまして、馬場伸幸の訴えをお聞き届けいただきたいと思います。それでは皆様方、お待たせいたしております。地元、この17区より、維新の党公認で、今回の総選挙に出馬をいたしております。馬場伸幸より皆様方にご訴え申し上げます。お聞き届けください。皆さん、本当に寒い中、泉ヶ丘駅頭にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。2年前にもちょうどこの場で、橋本代表を迎えて、皆様方に熱い思いを訴えさせていただきました。当時は維新のブームというふうに言われていて、皆様方から大きなお力添えを賜って、私も国会へ送りをいただきました。以来2年間堺とこれからの日本のためにどうすべきか、日本の在り方どう持っていくのか、それを一生懸命勉強して、そして進めようとしてまいりました。ちょっと皆さん方遠いから見えないかも分かりませんけれども、おかげで頭が真っ白になってしまいました。まあ体重も減ってですね、体にとっては良かったなというふうに思っているんですけれども、今回急に衆議院解散になりました。この解散をするときに安倍さんは言いました。消費税増税を先送りするかどうか、それを国民の皆さん方にご判断いただく、これが今回の解散の理由なんです。
私たち維新の党は11月の4日にすでに今の状況で消費税増税をすべきではない、そういう判断をして国会に法案を提出したんです。安倍総理と自民党が本当に消費税増税先送りするというのであれば、私たちの法律に賛成してくれればよかったんです。そうすればこの師走の大変皆さん方がお忙しいこの時期、そして今回のこの衆議院選挙、1回行えば650億円のお金がかかると言われています。この650億円も借金をして、そして全ての国民の皆さん方、全ての政党が消費税増税を先送りしようと、そう言っているのに選挙をしているんです。私たちは大きな疑問をこの選挙で感じています。しかしながら解散権を持っているのは総理です。いざ解散となった場合、私たちもこれを受けて正々堂々と今日まで皆様方のお力をお借りして戦ってまいりました。私たち維新の党は国民の皆さん方に新たなご負担をお願いをする前に、自ら身を切る改革、先ほどから話がありました国会議員の定数を減らす、歳費を削減する、そして行財政改革を徹底的に行って、その上で財源が足りないということであれば国民の皆様方に新たなご負担をお願いをする、それが政治家の筋道だというふうに私たちは考えています。しかしながら今の自民党、皆さん東京ではどんなことを考えているかご存知ですか。消費税増税は1年半後にこれはやる、今回の選挙で皆さん方が消費税増税先送り、これを安倍さんの判断と同じだと意思表示をされたら、1年半後には必ず消費税を 10% にするんです。1年後にどういう経済状況になっているのか、景気がどういうふうになっているのか、次はそういう判断をする機会というのはもうありません。加えて今自民党が考えているのは、今日お越しの皆様方もお一人1台ずつ必ず今や携帯電話お持ちだと思います。この携帯電話に新たに課税をするということも検討しているんです。そして晩酌の楽しみであります第3のビール、この第3のビールも税金を上げるということも検討しているんです。自ら身を切る改革は行わずに、国民の皆様方の懐に手を突っ込んで、皆様方と血と汗と涙の結晶である給料からどん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 と税金という名前のご負担をいただく、そんなことを考えているのが今の自民党なんです。私たち維新の党の前身であります大阪維新の会は、大阪府議会、大阪市議会、堺市議会、この3議会で3年半前に統一地方選挙が終わった後に、それぞれの議員の定数の削減、そして報酬のカットをすぐに行いました。議員の身分に関わることは議員が自ら行う、議会が真剣に行う、その覚悟を決めればすぐにできるんです。明日にでもできるんです。それを行わずに自分たちがいいようになること、そんなことばかりさっささっさと進めて、それで本当に国民政党と言えるんでしょうか。私たち大阪維新の会はこの定数削減と行財政改革を徹底的に進めて、それから生み出された財源で大阪府では今や公立、私立、どちらの高校に行っていただいても授業料はほとんど無償化されています。そして大阪市では子どもたちが塾へ行ったり習い事をしたり、そういうことにかかるお金、月謝、これをクーポン券を支給をして子どもたちの習い事のサポートをしています。子育てのサポートをしているんです。
残念ながら社会ではね、今の市長さん、なかなか若い世代には興味がない。ですから、私たちがいろんな提案をしても、子育てに関するいろんな積極的な政策、未だに実現をされていません。これも私たち、大阪維新の会のメンバーがスクラムを組んで、社会でも必ず実現をしていく、これをお約束をさせていただきたいと思います。そしてありがとうございます。そしてこの大阪での私たちの経験を国会へ持っていく、2年前に党首討論で当時の野田総理と安倍総裁が国会議員の定数大幅に削減しましょう、それを国民の皆様方の前で約束をして国会を解散いたしました。そして私たちが国会へ送っていただいて、すぐに国会議員の定数の削減、そして報酬のカット、その法律も出したんです。ところが2年間私たちが出した法律は棚ざらしになったままで、どの政党も全く協議に応じてくれない、今そういう現実なんです。私たちはまず身を切る改革を行って、それから国民の皆様方に新たな改革をお願いする、この選挙戦でこれを皆様方にお訴えしていきたい、そういうふうに考えています。そして景気です。景気はマスコミ等ではどんどん良くなっている、そんな報道もなされています。アベノミクス3本の矢、1本目2本目は金融に関わることです。金融緩和、財政出動、こういうことを行っていろんな数値が良くなっている、そういうふうな報道があります。しかしこれは為替や株の売買をしているごく一部の国民のごく一部の皆様方の懐を温めているだけで、普通のサラリーマンの皆さん方、中小企業の経営者の皆さん方、社会で活躍されている女性の方、そして家庭で家庭を守っている専業主婦の皆さん方、この皆さん方の懐を温める、収入を増やす、お小遣いを増やす、こういうことにはつながっていないんです。私が社会に帰ってきて、どなたに景気が良くなりましたかと聞いても、誰も景気が良くなった、そういうことを言っていただく方はいらっしゃいません。これはなぜか、アベノミクス第3の矢の方向性が間違っているんです。安倍総裁は世界会議に行って、その場で日本という国は多くの既得権がある、規制緩和をしなければ日本の経済は本当に良くならない、そういうことを世界中の皆さん方の前で発言をし、この岩盤の既得権を必ず打破します、これを約束したんです。ところが今の自民党どうでしょう。この選挙でもそうです。いろんな企業、そして団体、いろんなところからの組織に応援をしてもらっているんで、なかなかその既得権を打破できない、それが今の自民党の姿なんです。ですから私たちが訴えています、農業、医療、そして原子力をはじめとするエネルギー問題、こういう分野、がんじがらめの法律で縛られています。この縛られている法律を解き放って、規制緩和をして、そして既得権を打破する、それをすれば必ず新しい産業が生み出されます。新しい産業が生み出されれば、新しい働く場が生まれます。そうすれば日本の経済、足腰、必ず良くなるんです。合わせて皆様方が不安に思っておられる社会保障です。社会保障、特に年金の問題は、人口がどんどん増えて、そして税収がどんどん増えていく、そういうことを前提に作られている制度です。今の日本どうでしょう。人口が減って、子どもが減って、高齢者の方がどんどん増えている、税収もどんどん落ち込んでいます。こういう状況の中で
年金制度を今のままではあと数年しか持たない、そういうふうに言われているんです。消費税を 3% 上げて、その 3% は全て年金、医療、介護、子育て、この4分野を充実させる、それも国民の皆様方とお約束したはずなんです。しかしこの4月からそういうことが国会で真剣に議論されている、そういうことは私の耳には届いていません。新しい産業を作って、新しい働く場を作る、そして社会保障を充実させる、この両輪を動かせば日本という国の体質が変わって、そして経済の足腰が強くなって、皆様方の懐、皆様方の収入が温かくなって、お小遣いが増える。今の日本の総資産1200兆円と言われています。この1200兆円の 1% でも消費行動に回されれば、12兆円のお金が日本の国を駆け巡るということになります。そうすれば必ず皆さん方の収入は右肩上がりで上がっていくんです。ですから私たちはしがらみのない既得権を打破して、規制緩和をして、必ず新しい日本、新しい日本の経済を作っていく、このことも皆様方とお約束を申し上げたいと思います。私たち維新の党は今までいろんな企業や団体、労働組合、そんな組織に守られてきたことは一度もありません。私たちの背中を押していただいたのは、今日お集まりのお一人お一人の皆様方の力が、これまでの私たちを支えて、そして育ててきてくれたんです。2年間になって私もようやく国会で右や左が分かるようになってきました。もう一度皆様方の力で、皆様方の大きなご声援で国会へお送りをいただかなければ、これこそ税金の無駄遣いなんです。2年間私が税金をいただいたことが無駄になってしまいます。どうか皆様方のお力でもう一度国政お送りをいただきまして、皆様方と共に新しい日本を作ってまいります。お約束いたします。必ず皆様方の子供やお孫さんのために役立つ社会、生まれてよかったと言っていただけるような日本を作ります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。ただいまの訴えは17区より立候補いたしております維新の党公認馬場伸幸よりの訴えでございました。皆様方どうぞこの戦い、馬場伸幸に大きなお力添えをお願い申し上げます。ありがとうございます。皆さん本当に寒い中お待たせをいたしました。国民の皆様方のために、大阪のために、堺のために戦う政党維新の党代表橋本徹より、皆様方にご訴え申し上げます。堺の皆さん、本当に寒いならすいません。もう多くの皆さんにお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、馬場さんはもうほとんどね、説明をしてもらいましたけど、説明してくれましたけどもね、今回の選挙は、まあ、維新の党、力不足、これは認めます。もう僕の責任ですけども。まあ、全国でね、80名しか、まあ、立候補者、これ用意していませんので、まあ、仮にね、維新の党全員受かったとしても、80名ですよ、80名。だから今我々がね、こういう方向性で日本変えていきたいとか、こういうふうに日本変えていきたいと言っても正直できません。80名ではできないんです。それとね、ほっといてもね、皆さん今の報道を見ていたらお分かりの通り、ほっといても全国自民党公明党だらけの議員になります。まあ、これ12月14日今度の日曜日ですけどもね、選挙結果を見ると、まあ、全国のあの日本地図、多分選挙報道番組で後ろに大きい全国の地図が出てきますけども、まあ、自民党、民主党、維新の党、公明党、色付けされると思いますが、まあ全部が全部、320議席とも言われていますよ、475のうち、ほとんどが自民党、公明党の議員になることはもう間違いないでしょう。そんな中で、なぜ維新の党を選んでいただかなければいけないのか、選んでくださいと我々がお願いしているのか、なんで馬場をもう一度国会に送り出してもらわなければいけないのか、少しその点についてお話をさせてもらいます。馬場がね、さっき説明した通り、消費税は上がる、
今度 10% 上がります。2017年の4月、年金は今もう下がっていくんです。マクロ経済スライドといって、物価以上に年金は上がりません。物価が上がるけども年金は上がらないということで、年金は下がるんです。だからさっき馬場が言っていた通り、馬場候補が言ってた通り、皆さんの負担は上がるわけですね。皆さんの負担は上がる。でそんな中でさっき馬場候補が言ったように、国会議員の給料は月額25万円上がったんですよ。国会議員の給料月額25万円上がって、そして皆さんの消費税は増え、年金は下がると。でね、僕これ国会議員の給料をまず下げるべきじゃないかと、国民の皆さんの負担を求めるんだったらまず国会議員の給料下げるべきじゃないかってことを言ってたのに、全然自民党も民主党も公明党も相手にしてくれなかったんです、この2年間。ところが皆さん、テレビの討論ってすごいもんですよ。国民の監視っていうものはすごいもんですよ。先週の日曜日に僕が党首討論会に出て、次あれいつだったかな、火曜日か水曜日、テレ朝の報道ステーションに出てこのこと言ったんです。国民の皆さんに負担を求める前にね、国会議員の給料を下げるのが本来の筋じゃないのって言ったんですよ。そうしたらそれまで誰も答えてくれなかった人たちが、あの政党の代表がテレビカメラを目の前にした瞬間、テレビカメラの、まあ、背後には視聴者2000万人、3000万人がいるわけです。皆さんの目があるわけです。そしたらね、あれだけ2年間誰も相手にしてくれなかったのに、みんなが国会議員の給料下げますって手を挙げ始めたんです。古舘さんがね、分かった橋本さん、じゃあ私が聞きますよと言って、じゃあ国会議員の給料を下げる人、国会議員の給料を下げるってことに賛成の人、手を挙げてくださいって言ったら、みんな手を挙げ始めたんです。結局国民の皆さんが見てると思ったらね、国会議員襟正さなきゃいけないんですよ。国民の皆さんの監視が必要。でもすごいですよ、自民党と公明党、安倍さんと山口さんだけは手を挙げなかった。手を挙げない。ということは自民党と公明党は国会議員の給料を下げないと言い切ったんです。国民の目の前で、むしろ上げたんです、25万円。これね、自民党と公明党はもう勝つと思ってるんですよ。勝つと、ほっといても勝てると。別に自分たちの給料をわざわざ下げなくても、おそらく全国で圧勝するだろうと自民党と公明党は思ってるんです。そしてもう一つ、さっき馬場さんからも説明あったと思います、国会議員は給料以外にですよ、給料以外に月額100万円の経費をもらってる。お父さん方、今会社で経費の請求したらどれだけしんどいですか。経理担当が出てきて、やれこれはちょっと使いすぎじゃないか、これ誰と飲みに行ったんだ、領収書出せ。なかなか会社から経費を出すっていうのはこれ大変ですよ、経費を返してもらうっていうのは。ところが国会議員は給料以外に月額100万円、年1200万円の経費をもらってる。しかも領収書は1枚もつけない、領収書1枚もつけない経費なんてありえますか。僕はね、これ3ヶ月前にこの問題おかしいって言って、領収書出すべきだってことをわわわわ言い始めたんです。維新の党はもうこれ決定しました、領収書全部出すと言った。皆さん、あの数ヶ月前、まあ、いや何ヶ月前ですかね、あの兵庫県のほら議員いたじゃないですか、泣きながら会見してた、少子これかって、これからの日本にって言ってた、ある人ね、僕の高校時代のね、2つ上の先輩なんですけど、まあ、全然関係ありませんけど、僕とはね、喋ったこともないですけど、あの人がなんでね、弘前温泉に年200回も行ってたことがバレたかというと、全部領収書出してたからなんです。新聞とテレビがね、それまで兵庫県の議員なんてチェックしてなかった。ところが新聞とテレビがきちんとチェックをしたら、まあいっぱい出てきたわけですよ。まあ、残念なことに維新の議員もいました。いろんなお金の使い道問題だっていう。でもあれ全部ね、領収書を出してたからバレたんです。国会議員だって年1200万円のお金、税金を使わさせてもらうんだったら経費ですから、経費ですから、給料と違うんですから、使い道領収書出せってのは当たり前じゃないですか。サラリーマンの皆さんだって会社に出してるんだから、自営業者の皆さんだって税務調査を入られたら、税務調査に入られたら領収書出せって言われるんですから、なんで国会議員が出さなくていいんですか。この流れずっと国会議員は勝手に永田町の理屈で1200万円領収書も出さず、ポッケにないないしてたんです。僕おかしいって言った。
馬場さんもおかしいと言った、領収書出さなきゃいけないと言った。しかし誰も自民党も民主党も公明党もその他の政党誰も相手にしてくれなかったんですよ。ところがこの1週間の党首討論会でこのことをワン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 言ったら、やっと今日見ましたかね、フジテレビのあの報道2001っていう番組で領収書出すってみんな政党が言い始めたんです。みんな言い始めた。でも自民党と公明党はすごい、自民党と公明党だけですよ領収書出しませんって言い切ってるの。結局ねこれ選挙でも勝つと思っちゃってるから自民党と公明党もうやりたい放題。国民の皆さんに消費税 10% 押し付けて年金はこれから下げていく、こんなさなかに給料は月額25万円アップ。月額25万円って言ったら皆さん奥さん方手足にするのにこれ何ヶ月かかりますか。25万円奥さん方パートに出て月額25万円稼げますか。無理ですよパートで25万円。お父さん方月額25万円って言ったらお小遣い何ヶ月分ですか。これを自民党と公明党はパーンと月25万円自分の給料を上げて、この5月に上げたんです。半年前に国民に一言も説明します、一言も説明します。そして年1200万円のこの経費について領収書1枚もつけない、国会議員の給料を上げて領収書も1枚もつけずに1200万円のお金使わさせてもらいますよ。自民党公明党は言い切ってるんです。僕は何が言いたいかというと、全国自民党と公明党の議員だらけになった、それを国民が認めたっていうことになるんですよってことなんです。僕はこの選挙戦愛知県、名古屋も九州も鹿児島から福岡もそれから明日からは四国に行きます。そのちょっと前は中国地方、広島、岡山回ってきました。皆さんね、このこと問うたんですよ。国会議員の給料が月額25万円上がってること知ってますか。年1200万円の経費について領収書1枚も出てないこと知ってますか。誰もほとんど国民の皆さん知らなかった。ずるいですよ国会議員は、ちゃんとこういうこと説明しないんですから。でもね、選挙っていうのは冷たいもんですよ。今回自民党と公明党の議員が全国でもう自民党公明党議員だらけになれば、ね、全部国民は認めたっていうことになるんです。だから僕はね、この選択肢がある自民党と公明党、民主党以外、特に自民党と公明党以外の選択肢がある、維新の党という選択肢がある大阪においては、特に堺においては、いやいや国民全員が認めてるわけじゃないんだよと、たまたま他の地域では維新の党という国会議員がいないから、自民党と民主党と比べたら、それは今の勢いだったら自民党ですよ、そら。自民党と民主党という2つの政党を比べたら、それは自民党でしょ。それは国民の意識分かりますよ。でも自民党がやってること全部認めたわけじゃないんだよっていう国民の意思を表示しなければね、これからの4年間自民党は大手を振って自分たちの給料はもう上げる、下げないですよ、もう下げない、25万円上げたまま下げない、年1200万円のお金についても領収書1枚も出せない。それでいて国民の皆さんの消費税を 10% 上げて年金を下げる、これ大手を振ってやりますよ。やっぱり国民の皆さんにね、これは違うんじゃないのと、馬場さんも言ってた通り、国民に負担を求めるんだったらまずは政治家が身を切る改革をやる、自分たちの給料をカットする、公務員改革をやる、そこからスタートして、そしてどうしてもお金が足りない時には国民の皆さんにお願いする、これが政治の通りじゃないのっていう、そういう声を上げてもらわないと、自民党の公明党の本当その政治だったらね、皆さんに負担だけ押し付けて国会議員身を切る改革もう絶対しなくなりますよ。皆さん消費税をね 10% に上げたところで国の借金は減りません。国の赤字はなくならないんです。じゃあ一体何パーセントまで消費税上げるんですか。 10% では足りないんですよ。 15% ですか、 20% ですか、こんな話が出てきた時に全国自民党公明党の議員だらけだったら自分たちの国会議員の給与の身を切る改革はしません。むしろ上げていくんじゃないですか、もっと。やっぱりね、僕は国民の皆さん、最後は国民の皆さんのその怒りが、国民の皆さんの監視の目が国会議員の襟を正させるんです。
自民党と公明党の議員だらけにさせたら国民は全員納得したというふうになってしまうので、だからこそここに維新の党の役割があるんです。大阪には維新の党がある。我々は増税の前に国会議員が身を切るべきだということを言い続けてきた。ここで維新の党が負けてしまったら、ほら見てみろと、大阪には維新の党がいる、増税前に身を切る改革をするって言ってたのに、それが賛成得られなかったじゃないの。あれだけ身を切る改革、身を切る改革と言ってた維新の党が負けたということは、別にもう国会議員身を切らなくてもいいよねとなってしまうんです。そしてね、皆さん、今回アベノミクスに隠れていますけど、エネルギー政策についてもこれ本当に考えなきゃいけない。皆さん、これからの将来もどんどん原発を動かしていくんですか？本当にそれでいいんでしょうか？ありがとうございます。僕はね、今日明日に原子力発電所をゼロにするなんてのはこれは無理だと思ってますよ。でも見てください、今日の報道で関西電力電気料金さらに値上げしてきますよ。 10% 上げるらしいんですよ、再値上げ。僕はね、2年前3年前から言い続けてきたんです。関西電力の株主総会に出て、まああの時もメディアからもいろんなところからも批判を受けましたけどもね、僕は2年前3年前に関西電力の株主総会に出た時にこう言いました。原子力発電所、確かにね、人間のこの技術が集まった、まあその文明の発展のためには必要な技術かもわからないけれども、この原子力発電所っていうのはね、今の日本の民主主義のこの国の中ではなかなか動かすのが難しい、そんなシステムなんです。どういうことかというと、見てください、一回ひとたび災害が起こればみんな危ない危ないって言って、なかなか国民の皆さんがこれ動かすの納得してくれないような、そんな仕組みなんですよ、原子力発電所っていうのは。ものすごい原子力発電所っていうのは実はね、繊細で動かすのが大変な仕組みなんです。これ石炭の火力発電所、油の火力発電所、天然ガスの火力発電所は、これ東日本の大震災が終わった後、まあちょっと安定すればすぐに動き始めたじゃないですか。だから僕は原子力発電所ばっかりに頼ってるね、関西電力は、これ危ないよと、2年後3年後経ってもおそらく国民の皆さんが動かすことにはなかなか賛成してくれないよ、だから原子力発電だけに頼るようなね、経営はやめなきゃいけないよ、そうでないと電気料金上げざるを得ないよ、言ったんですよ2年前3年前。ところが関西電力は、いや、原子力発電にこだわる、原子力発電を中心とやっていく、関西電力はそういうふうに言ったんです。見てください、2年経って3年経ってなかなか原子力発電なんて動かせませんよ。これ国民の皆さんがみんな心配してる、反対してるんですから。結局これで電気料金 10% 値上げ、消費税は上がるわ、電気料金は上がるわ、これどうしますか。僕はね、原子力発電所をね、すぐにゼロにしろとは言いませんが、やっぱりこの島国日本、地震国家日本、そしてね、この成熟した民主主義、みんな教育レベルの高い国民ですよ。これはどこの国とは言いませんけども、政治家が一言言えば国民全員が従うような国だったらね、うちの国は原子力発電で行く、国民黙っとけ、これでいいんです。日本はそんな甘い国じゃありません。原子力発電をこれからどん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 進めようと思っても必ず選挙でそういう政治家落とされますよ。なんと言っても使用済み核燃料どうするんですか。これ原子力発電所からはね、使用済み核燃料という猛毒のこれ、その廃棄物が出るんです。これ誰がどうやって最終処分するのか、日本の政治家は誰も決めていません。1970年原子力の火が灯ったのは、あの大阪万国博覧会、あそこで初めて原子力の火が灯ったんです、1970年。そこから45年経って、いまだに使用済み核燃料最終処分方法、日本の政治家はこれ決めれてないんです。日本の政治家はいい加減なんです。原子力の費用を灯すだけ灯して、この使用済み核燃料の問題、これちゃんとやると言っておきながら45年間誰も解決できなかった。多分ね、これ日本の政治家じゃ解決できません。なぜかといえば住民の皆さんが納得してくれないから。僕は大阪市長、大阪府知事をやってね、痛感しましたよ。東日本のね、大震災の際に発生した、瓦礫ですね、あれ
岩手県で処理できないから僕は真っ先で大阪で処理しますよって手を挙げた。知事の時に手を挙げた。そして実際に焼却場を持つのは大阪市だから今度大阪市長になってちゃんとこれ、これ岩手で発生したもう東日本大震災の頃たくさんの瓦礫大阪市で焼いてあげますって手を挙げたんですよ。でも大変でした。その後住民の皆さんから反対反対反対の嵐です。堺市はね、あれ竹山さん、竹山市長、堺市でも引き受けるよって言って国から何十億円のお金もらっておいて結局やめましたって言ったんです。結局できないんです。これなかなか普通の政治家だったらできない。まあ、僕は最後松井知事と一緒になってね大阪市民の皆さんに説得を続けてなんとか3年かかって東日本大震災の際発生した瓦礫を受け入れて燃やしましたけど、でも皆さん東日本大震災のあの瓦礫放射能の危険は全くないんですよ。全くない。僕らはもう安全委員会を作って専門家に来てもらって全部数値を測ったんです。そしたら面白いことにね皆さん、東日本大震災の瓦礫の放射能よりも大阪市長室の中の放射能の方が高かったんですよ。なんで大阪市長室の、ね、中の放射能があるかといったら、あの大阪市長の、ね、市長室の中の内装、いろんなあの壁に貼り付けてるこんなあのクロスとかああいうところにも放射能物質が入ってるんですよ。わずかながら大体こうやって普通に今自然にこうやって立ってるだけでもこれ自然でも放射線って浴びてるわけです。東日本 大震災で発生した瓦礫なんていうのは全く今こうやって僕らが生活してこうやって放射線浴びてるこの量と変わらないぐらいなものなのに住民の皆さん大反対くらいました。使用済み核燃料なんてこんな状況なのにどこが引き受けるんですか、どこが処分するんですか。これ何にも決めないまんまに自民党公明党の政権はガンガン原子力を動かしていくっていうんですよ。我々維新の党は今日の明日のに原発ゼロにするなんて無責任なことは言いません。朝日新聞や毎日新聞や共産党のようにそんな無責任なことは言いません。我々は10年、20年、30年かけて原子力発電から新しいエネルギーに変えていこうと。その中心は水素です。水素というものを軸としたね、新しいエネルギー体制に変えていこうと。今水素と言っても皆さん本当にそんなんでできるのと思ってるかも分かりません。でも原子力というものが生まれた時も当時は本当にそんなので電気を生み出すことができるのってみんなが不思議に懐疑的に思ってたんです。でもちゃんとできた。今僕らは10年後20年後30年後自分たちの子供たち孫たちの世代に新しい安心安全なエネルギーを引き渡すために維新の党は水素を中心としたエネルギーというものを目指していこうということで一生懸命その仕組みを考えていますが、自民党、公明党はそんな気配はありません。原子力をガンガン進めていくって言うんですよ。皆さん、今回の選挙はアベノミクスがいいかどうかっていうことばっかり言われていますけども、ここで自民党、公明党の議員だらけになったら皆さんは原子力をどんどん進めてもいいということに賛成したってことになるんです。それからアベノミクス、馬場さんが言いましたけども、大企業の社員と株を持っている人が裕福になります。僕はこれは否定はしませんが、やっぱりね、やらなければいけないのはね、大企業にも勤めていない株も持っていないね、普通の国民の皆さんの懐をどう温めるかです。これやらなきゃいけない。でもアベノミクスに一番欠けているのはここなんです。普通の国民の皆さんの懐をどうやって温めるかです。まあ民主党はねこの点いろいろああだこうだ言っていますけども、結局皆さんの懐を温めようと思ったら税金が必要なんです。お金が必要なんです。皆さんの生活を安定させますよ、年金を増やしますよ、社会保障を充実させますよ、言うのは簡単だけど、そのためにはどこからお金を持ってくるかです。我々ははっきりと言ってます。公務員の人件費を見直しましょうよ、公務員の給与改革をやりましょうよってことをはっきり言ってるんです。これは自民党も公明党も言っていません。公務員の給与改革は、我々は何でもかんでも公務員の給与を切れとは言っていません。やっぱりね、この日本の公務員、立派な公務員たくさんいます。命を懸けて日本の領土を守ってる尖閣諸島付近でね、毎日毎日日本の尖閣諸島領土を守ってる海上保安庁の職員、
それから災害であれば命をかけて災害救助に当たる陸上自衛隊、それから警察、消防、皆さんの市民の安心安全を守るために命をかけて働いてくれてますよ。また堺市の職員もね、一生懸命頑張ってる職員もたくさんいる。そういう人たちがしっかりと給料を出せばいいんです。当たり前です。でも我々が言ってるのはね、日本全国の北は北海道から南は沖縄まで全国350万人の公務員がなんと一流の大企業の社員並みの給料をもらってるんです。日本の国っていうのはそれは違うでしょと。公務員の給与のルールは国民の平均給与、地域の住民の皆さんの平均所得、そこに合わせるっていうのは公務員の給与のルールなんです。ところが日本の国のね、公務員のルールはね、見てください。堺市役所なんかでもそうですよ。堺市の職員、一流の大企業の社員の給料もらってるんです。堺市役所の職員、まあ前回の堺市長選挙では僕は負けてしまいましたけどもね、ほら堺市の職員も必死ですよ。自分の給料はもうとにかく高い給与に水準にしておこうと思って。僕らは堺市の職員は堺市民の平均給与にしましょうよと。例えばどこかの田舎の町役場の職員であればその地域の皆さんの平均収入に合わせましょうよ。僕はこれ当たり前のことだと思いますよ。公務員の給料が国民の皆さんの平均給与にするなんて当たり前のことです。しかしね、自民党も公明党もこれは言わない。民主党も公務員の労働組合の応援を受けてるから、選挙の応援を受けてるから、公務員の給与改革なんか民主党では絶対できません。公務員の給料は年間25兆円です。年間25兆円、この公務員の給料、民間の皆さん、国民の皆さんの平均給与に見直せば、大阪府市でやってきた実績からすると 20% は税金生み出すことができるんです。公務員の給料見直しにすることができるんです。25兆円と 20% といえば年間5兆円消費税にして 4% です。皆さん、消費税を増税する前に、公務員の給与の見直しをやりましょうよというのが維新の党の考え方なんです。大阪でやってきたんです。それ徹底して大阪府大阪市のこの公務員の給与の見直しをやって、生み出したお金を医療、教育、福祉にぶち込んできたんです。同じようなことをしっかりやりましょうよと。増税の前に身を切る改革、そして公務員給与の改革、ここで生み出したお金を医療、教育、福祉に充てる。それでもなおお金が足りない場合には国民の皆さんに消費税の増税をお願いする。これが維新の政治哲学。でも自民党、公明党が圧勝すればね、公務員の給与の見直しもやりませんよ。そして皆さんに消費税の増税、この負担をお願いするだけとなります。何でも言いますけどもね、ほっといてもこのままいけば12月14日自民党、公明党が圧勝します。300議席を超えるでしょう。しかしそれでいいんですか。その結論、その結果が出たということは、国民の皆さん全てがね、自民党、公明党がやろうとしていることに賛成したということになってしまうんです。もう一度言います。消費税は2017年4月 10% に上がります。皆さん今 8% だからまだお分かりにならないかもわからない。でも 10% に上がったら相当の負担ですよ。これ相当な負担です。年金は下がっていきます。下がっていくんです。少子高齢化時代を迎えて皆さん方に少しずつ負担をお願いせざるを得ない、そういう時代になることは間違いないんですが、国民の皆さんに負担を求めるんだったら、まずは政治家よ、お前らの身を切れよと。年間2000万円以上の給料もっとちゃんと切れよと。年間2000万円以上の給料をもらいながら、その給料とは別になんで年間1200万円領収書抜きのお金をもらってるんですか。なんでそこにメスを入れないんですか。それは国民の皆さんが怒らないからですよ。自民党、公明党圧勝させるということは全部認めたということになるんです。原子力政策本当にいいんですか。10年後20年後30年後にまだ原子力をガンガン動かすつもりなんですか。使用済み核燃料最終処分どうするんですか。これ自民党、公明党が圧勝したら全部認めたことになってしまう。我々は公民給与を見直してね、生み出した5兆円医療、福祉、教育にぶち込みますけども、まずは教育にぶち込みたい。これが維新の会の考え方。
維新のミックスです。何かと言いますとね、国を強くするには人を強くする、人を強くするということは教育なんです。このアジアの中の島国日本がですよ、欧米列強アメリカやヨーロッパの植民地に一度たりともならなかったのは、日本の国民の教育力、教育レベルが高かったからです。アジアの国見てください、みんな欧米列強に植民地にされてしまった。その中でも日本は頑張ったんですよ。それは国民の教育レベルが高かった。江戸時代から寺小屋で学んでね、みんなが読み書きをやりながら、それから明治になってはいち早く大学の制度を取り入れて、みんな一生懸命教育やってきた。見てください、みんなお父さんお母さんが皆さん子供の教育をどうするかということを一生懸命考えて、しかし世界の各国ではですよ、多くの国は子供が生まれたら労働力として使おうっていう、そんな国も多い中で、この日本はですよ、親が節約をしながら全部子供の教育費に充てるって、そんな国柄なんですよ。でも残念なことにね、皆さん、日本の国っていうのはこれ税金を一番今教育に入れていない国になってしまったんです。経済大国日本、本当に恥ずかしい、税金を教育に入れる割合一番低い国になり下がってしまった。税金どこに消えたのか、公共工事ですよ、天下りのこの退職金ですよ、公務員の給与ですよ、そんなところに税金が全部流れていってる。原子力発電をあれ動かすのに今止まってる状態なのです。電力会社にどれだけまで金がいってるんですか。馬鹿げてますよ、この国は。そのお金の流れを教育の方に振り向ける。僕は教育費ぐらいはね、子供が生まれてから大学卒業するまで完全無償の国にしたいですよ。それは教育といっても英数国理社の勉強ばっかりじゃないですよ。職業訓練でもいいですよ。それから料理の技術を学ぶ専門学校でもいい、スポーツを学ぶいろんなそういうね、あのスポーツスクールでもいい、とにかく子供を産んでから大学卒業させるまではね、完全無料にする。そうすればね、その若いお父さんお母さん方だって子供を安心して産めるんです。今なぜ子供を産めないのか、少子高齢化になったのか、少子化になったのか、それは若い人たちが子供を安心して産めない不安の最大の理由は教育費なんです。僕はね、無計画に7人も子供を作っちゃいました。今になってこれ本当にえらいことになってますよ。飯は食うわ、遊びに行くわ、教育費もすごいわ、まあ公文に行かしてくれ、習い事に行かしてくれ、ピアノに行かしてくれ、それはこれね、若いお父さんお母さん一人ぐらいしか子供を産めませんって。教育費が無料になれば、教育費っていうのは習い事もですよ。大阪市は塾代助成をやり始めました。中学校1年生、2年生、3年生、家庭の状況で、家庭の経済状況で塾に通える、通えない、ここでね、別れたらかわいそうだから、月1万円、年12万円の塾代助成を大阪市は始めました。こういうものも全部含めての教育費、これを完全無償化すればね、子供を本当に多く、僕は育ててくれる、作ってくれると思うし、なんといっても、国民の教育レベルが上がる、国民の教育レベルが上がるということこそがね、日本の国が強くなることなんです。若い人たちだけではありません。20代、30代、40代の方もね、もう一回学び直そうと思ったら簡単に大学に行けるような、そんな国にしなきゃいけないんです。これはね、北欧の方なんか今そういう国を目指してますよ。それは40代になって、僕の世代になってもう一回大学に行こうなんて思っても無理です。自分の子供の教育費に追われてしまって、もう我々自分のこと余裕がなくなってしまいます。老後の方、まあ僕50代、60代、70代、老後もう一度学び直そうと思っても、年金だけでどうやって学べるんですか、大学に行けるんですか。僕はね、本当にこの戦車を揃えるとか、ミサイル揃える、軍艦揃える、戦闘機揃える、まあ、こういうことも必要なところは必要ですよ。最低限の防衛力は持っておかなきゃいけない。でも日本の国を本当に強くしようと思えば、教育大国日本を作らなきゃいけないんですよ。世界各国から見てね、日本の教育のシステムはすごいなと。1億2000万人、いつでも最高のその教育を受けることができる。日本の小学校、中学校、高校、もっと質を上げなきゃいけない。だから僕はね、大阪でこれ全国で初めて公立高校を民営化するっていうことに挑戦してるんです。今これ公立高校を民営化するんです。これはね、やっぱ私立の学校に行かそうと思ったらお金がかかる。だから公立の学校のように無償で行けるけれども、しかし誰が運営してるのかといえば、
私立の学校が運営するという新しい公立高校を作ろうとしている。これも教育大国日本を、ね、目指す第一段階なんですよ。皆さん、今自民党公明党教育で国を強くするってことを言ってますか？一言も言ってません。教育大国日本を目指そうなんて一言も言ってますか？自民党公明党言ってませんよ。原子力をガンガン進めて、ね、大企業を儲けさせて株価を上げて、まあ僕は認めるところは認めますけど、でも自民党公明党がね、本当にこれ日本全国でもう自民党公明党が圧勝してしまえば、この大企業を儲けさせて株価を上げて原子力をどんどん進める、教育についてはスズメの涙みたいな予算、こういう日本の政治を日本国民全員が認めたことになるんです。だからこそ皆さん、維新の党という選択肢があるこの社会においてはね、やっぱりその方向性、全国の国民が認めたわけじゃないんだよ。維新の党が言ってる増税前に身を切る改革、政治家がまず身を切れ、原子力発電、まあもうこれは新しい方向性を目指していけ、僕らは水素と言ってるわけですから、教育費を完全無償化して教育大国日本を作っていく、そしてこの教育費ということが無償になれば、現役世代、子育て世代のね、家計が、この懐があったかくなるんです。景気対策で公共工事をガンガンやる必要なんかないんです。教育費を無償にすれば、それだけで国民の皆さんの懐が温かくなるんです。それで消費が温かくなるんですよ。教育でね、経済対策をやるっていうのも、こういうことを言ってるのも維新の党だけですよ。教育費を無償化するっていうことで、これで経済を復活させる。なんで教育と経済がリンクするのか、これをはっきり言ってるのは維新の党だけです。この方向性をね、もし皆さん、まあいいんじゃないのというふうに言ってくださるんであれば、我々80名しか立候補者出していません。だから明日明後日にすぐこんなことできませんが、ぜひ社会からね、こういう方向性に賛同だよっていう声を上げていただいて、自民党公明党の政治にみんながみんな賛成したわけじゃないよと、その異議申し立ての声を上げてもらいたいんです。このまんまね、自民党公明党が圧勝したらね、もう皆さんだけが負担を背負ってね、政治家だけが月額25万円の給料アップって、僕は本当情けない。教育費に一番税金を当てない国、情けない。原子力をどんどん進めていく国、情けない。でも全部国民の皆さんがそれ認めたことになっちゃうんです。どうか、大阪には維新の党という選択肢がありますから、この今の自民党公明党の流れに対してね、本当に異議申し立てを出してもらいたい。そのためにも馬場をもう一回国会に送り出してください。大阪からね、この新しい政治の方向性について、まあ大阪の皆さんに声を上げていただいてね、自民党公明党に異議申し立てをしていきたいと思います。わずか80名ながらの立候補者ですけども、そういう意味で今回維新の党を国会に送り出していただきたいと思います。本当に寒い中長時間ありがとうございました。皆さんも本当に厳しい選挙でね、馬場さんって大変苦しいです。やっぱり自民党強い。でも今言ったことにもしご賛同いただけるんであれば、今日からあと1週間まだ間に合います。1人5名最低5名に電話をかけて、やっぱりこれ国民だけ負担させられて国会議員が身を切らないっておかしいよねと、このまま自民党公明党のままでいったら国会議員給料切らないよと、あいつら給料上げたよと、原子力進めていいの、教育大国日本進めていこうよということであれば、とにかく最低5名に電話をかけていただいてね、またあなたも5名に声かけてねっていうことを言い続けてください。1週間でまだまだ逆転できます。5名が5名に声かけ、またその5名がまた5名に声をかける、あっという間に逆転できます。これはね、維新が得意とするネズミ工作戦って言ってましてね、どんどん増やしていってもらいたいです。あと1週間本当に皆さんのお力、どうか馬場に結集してください。ありがとうございました。皆さん本当に長時間ご清聴いただきましてありがとうございます。大阪維新の会、そして維新の党、やるべき時はやります。ぜひ皆様方のお力添えを、馬場伸幸へと賜りたいと思います。大変厳しい選挙戦ではありますけれども、あと残された期間、皆様方の力をいただいて、馬場伸幸、この17区よりぜひもう一度国会に送っていただきたいと思います。
橋本徹と共に戦い、そしてこの大阪、堺の街を必ず守り抜きます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。馬場伸幸、どうぞよろしくお願い申し上げます。お帰り中の皆さんもどうぞ馬場伸幸お願いします。ありがとうございます。皆さんお帰りどうぞお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。馬場伸幸へのもう一歩のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。中の皆さん、長時間寒い中ありがとうございました。皆さん本当に感謝申し上げます。明日からの選挙戦もどうぞ馬場のウィーキよろしくお願いいたします。ご当地本当にありがとうございました。本当に皆様大変お寒い中ご清聴いただきましたことを厚く御礼申し上げます。橋本徹代表、次の地へと進んでまいります。どうかどうか皆様最終最後までお支えください。橋本徹代表、そして馬場伸幸をよろしくお願い申し上げます。本当に寒い中、長時間にわたりましてご清聴いただきましたこと厚く御礼申し上げます。どうぞ皆様、お風邪などひかぬようお気をつけて